はい、今日も始まりました。どうも松尾修造です。今日はですね、仁、仁って分かります？仁義なきの仁違いますよ。この人弁にいいから仁ではないです。神様の神でも仁じゃないの仁でもない、仁。この仁っていうあまり聞き慣れない言葉なんですけど、私も最近一緒にもう2年ぐらい前からね出てきてそうなんですけど、マガジンの仁の仁を取って仁って言うんですけど、まあ簡単に言うと小冊子、自分で作った、まあ、コピーして自分でカラーコピーとかコピーをしてホッチキスで留める、それだけなんですね。今までもちろんあったんですけど、まあその自分でちょっとしたものを作るという冊子を、小冊子を仁って今言うそうなんですけども、最近少しずつそれがメジャーになってきたのか、あの仁の専門店ですか、手作りで作った本のお店ができたり、大阪の方にもねできたりということで、まあ、超アナログなんですけども、まあ、逆に、最近出てきたということですが、小部数で自分が伝えたいものをちょこっとだけ作って、そして、自分で製本をして、売ったり、皆さんに発表したりするものをジンっていうらしいんですね。私もあの印刷会社にね働いてるんですけども、知られませんでしたね。マイ冊子って言いますか、マイ小冊子ジンね、これから出てくるんじゃないかと思いますんで、覚えておいてください。今日は仁でした。